よし、みんな揃ったかな。今回はこの4人で攻略だね。はい、キリトさん来られなくて残念でしたね。アスナさん、よろしくお願いします。今回はアスナと一緒にお弁当も用意したからね。ハルとタックン、楽しみにしてて。な、え、もしかしてハル、あんたお腹空くの早すぎ。まだクエスト始めて全然時間経ってないよ。さすがに僕もびっくりだよ。お弁当が用意されてるって聞いたら、なんだかお腹の動きも活発になったみたいで。少し早いけどお昼にしよっか。はい、ぜひ。もう仕方ないな。じゃあストレージから取り出してっと。じゃーん、これが今日のお弁当です。わあ、なんだか豪勢だね。本当だ。じゃあ遠慮なくいただきます。はい、どうぞ。うわあ、ライスバーガーだ。照り焼きのお肉のいい匂い。はっ、ハル、こっちのサンドイッチも美味しいよ。野菜とハムがぎっしり詰まってて。これソースは何だろう。絶妙な味付けだな。うん、卵焼きも最高。冷めてるのにこのふんわり感、作り方が気になるな。ハル、これも美味しい。こっちも美味しい。なーもー。え、じいちゃんどうしたの。何を怒ってるの。なんで二人とも、さっきからアスナが作ったやつしか食べないの。そうなの。いや、僕らは誰がどれを作ったのか知らないし、不可抗力で。どうせ私が作ったのなんて美味しそうじゃないですよーだ。まあ、ちゆりちゃんも落ち着いて。ほら、春雪くんにたくむくん、こっちのがちゆりちゃんが作ったお惣菜だよ。いただきます。うん、こっちも美味しい。美味しいよ、ちいちゃん。うんうん、この大胆な味がチユらしい。何よその言い方、なんか引っかかる。あ、次は絶対にリベンジするんだから見てなさい。チーちゃん頑張ってね。試食担当ならいくらでもやるからさ。二人とも調子良すぎ。